なんだこのロッカーみたいなとこは。風呂場？男って書いてある。なんかひどく蒸し暑い。サウナか？なんか流行りのサウナか？この霧、今までと違くない？メガネ、曇っちゃった。曇っちゃった。にしてもあっちいな。これじゃまるで。やばい！僕の可愛い子猫ちゃん。なんかドエロい BGM かかってる。こんなんかかんの本性マネの感じぐらいやで。あ、なんてたくましい筋肉なんだ。やばいやばいやばい。なんかうっとりしてる筋肉に対して。怖がることはないんだよ。あれ、もう一人いる。誰、誰と何をしてるの。お取り込み中じゃないのこれ。さあ、力を抜いて。あれ、これ、なんかやってるよ。なんかちょっと待て、行きたくねえぞ俺。怪しいよ、すごい怪しいよ。みんな昼間に見ていいやつこれ、大丈夫？ねえ、本当にここに幹事くんいるの？いるはずだけどね。テレビには出てたけど。熊の話さ、舐めたらあかんぜよ。舐めたらあかんぜよ。ねえ、こんな中突っ込めっての。ああ、なんか汗出てきた。いや、暑いからでしょそれは。やべえ、怖いもの見たさってこういうこと。幹事の居場所が見つかった後は救出するだけだ。十分な準備をして必ず助け出そう。